い、皆さんこんにちは。こだと会計の森尾です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。本日は東京の信用金庫さんっていくらぐらい儲けているというテーマで解説をさせていただきたいと思います。東京都内の、信用金庫さんです。で、信用金庫さんでどれぐらい儲かってるかっていうのは、ぜひ、把握されておくことをお勧めします。これ、信用金庫さんに限らず、地方銀行さん、メガバンクさんもそうなんですが、取引相手、皆様の資金を提供していただける取引相手である銀行、信用金庫の収益性、利益ですね、を知っておくというのは何に役立つかというと、それぞれの金融機関さんがどれくらいのリスクを取れる組織なのかっていうのは大体見えてきます。何かというと、要はリスクっていうのは皆様中小企業さんにこう担保がなし、で、保証協会の保証のなし、つまりこうプロパー融資と呼ばれる純粋な銀行が 100% リスクを取るような融資をどれくらい積極的にできるのか、またそういう積極性を持てないような収益性であれば、基本的にはこう担保があり、保証協会の保証があり、で、社長の個人保証もありっていう、こうどうしても守りの姿勢になりがちなんです。ですので、皆様の取引相手がどれぐらい儲かっているのかで、そのリスクの取りようというのは変わってきます。何かというと、銀行というのは、金融機関というのは赤字は出せませんので、その赤字の出せない、なぜ赤字が出せないかというと、銀行、信用金庫さんって皆様、実は預金してますね。預かった預金を皆様、中小企業の社長様にお貸ししてるんです。ですので、赤字になっちゃったっていうことは、預金者の預金の運用が下手っぴだっていうことに繋がるのと、預かったお金が削られていく可能性、もちろん自己資本も別に今まで貯めた利益も、それぞれの金融機関さんは持ってますので、その利益の範囲内、蓄積利益の範囲内であれば当然、問題のない赤字かもしれませんが、一回赤字が出るとやっぱり2期連続3期連続続くんじゃないかみたいなイメージでつきまといがちで、だから銀行さんが皆様の会社の決算書を見るときに、一回赤字になると2期3期続くんじゃないかと思うのと全く同じです。預金を預けてる方も一回赤字になってしまうと、この金融機関大丈夫かなみたいな、それで預金を他の金融機関さんに移していくっていうようなことが起こり得ますので、赤字っていうのは基本的にはやっぱ出せないんですね。そうすると、その利益の中でしかリスクを取れないようになってくるので、その利益の金額っていうのは大体どれぐらいなのかというのを掴んでいただけると、大体、皆様の取引すべき金融機関というのは、メガなのか地方銀行なのか、地方銀行の中でもすごい利益の幅っていうのはたくさんあるんですね。たくさん儲けてるところと少ない。儲けのところももちろんあります。赤字のところもあります。信用金庫さんもそれとはまた別のもう一個下のランクの金融機関になるので、どれぐらい儲けてるかでどれぐらい彼らがリスクが取れるのかっていうのはおのずと見えてくるものです。で、信用金庫さんってどれぐらい儲けてると思いますって社長様にお聞きすると、まあ1000億円とか数千億円かなみたいなことをおっしゃる方が実は多いんですが、全然儲かってないんですね。数千億っていうのは実はメガバンクさんです。横浜銀行さんでは地方銀行のトップクラスの地方銀行でさえ、500億ぐらいの当期純利益ですので、皆様がイメージするような銀行ってすごい儲かってるような、イメージが終わりかと思いますが、実はそんなに今は儲かってないですし、またこれからコロナの問題で、不良債権が発生したり、そもそも超低金利時代が今続いてますので、なかなかこれから先っていうのはその収益っていうのは落ちていく可能性はあるかもしれません。ですので皆様がピンチの時にリスクを取って資金を提供するという行為ができない金融機関も中には出てくると思いますので、常にタイムリーに取引相手である金融機関の業績っていうのはしっかり、見ておかれることをお勧めしています。見れます、簡単に見れるんですね。私も今日これ調べてきたんですが、各金融機関さん、ホームページで、リスクロージャーっていうのをやっております。情報開示です。で、そこで各金融機関の当期純利益っていうのは見えますと、ペラペラ喋りながらも皆さん見えてると思うんで、信用金庫さんって、都内の信用金庫さん、有料信用金庫さんが多いのと、預金料って言ったら、皆様が預かってる預金料が1兆円とか、2兆円という、これ大きい方なんですね、信用金庫。数千億円というのが信用金庫さん多いので、都内ですとその1兆円の預金料を超えるような、メガ信用金庫さんとかって言われることもあるようですが、そういった信用金庫さんが多い中で、実は信用金庫さんの利益って、一つずつ読み上げていきますと、これ朝日信金さん 14.7 億円、約15億円なんです。15億円ですよ、最終利益が。
興産信金さんという比較的小さな信用金庫さんですが 3.9 億円、爽やか信用金庫さんも預金流1兆円超えますが 14.8 億円、東京シティさん 13.9 億円、芝信金さん12億円、東京東信金さん、東信さんですね、 27.5 億円、東映信金さん 2.2 億円、亀有信金さん 8.8 億円、小松川信金さん 1.7 兆円、7億円、足立清和さんが 10.8 億円、最強信金さん 15.4 億円、この西部信用金庫さんですね、以前非常にイケイケどんどんの信用金庫で都内でも有名で、ちょっと不祥事があったので、今少し自粛したところもあったようですが、圧倒的に都内の信用金庫で収益性が高いのは、西部信用金庫さんです。収益性が高いということはリスクを取れる。リスクを取れるから積極的な融資ができてイケイケどんどんになれるっていう。だから彼らのイケイケどんどんっていうのは決して裏付けがないわけではなくて、もちろん優秀なお金を稼げる職員さんが多いのと、その裏にやっぱり儲かっている。儲かっているからある程度のリスクは取れるという、その収益性の背景というのがあったんです。ここはダントツ儲けてますね。見ていただくとそうですね、城南信金さんというのは、都内で一番大きな信用金庫さんです。全国でも、3番手、4番手には入るかと思いますが、それでも 15.9 億円。以前40億とか、もちろんこれ、この2020年3月期のその1年限りのことですので、40億ぐらい稼いでいた信用金庫さんもあったんですから、一時的に 15.9 億円とかになっている時もあります。でも15億円なんですね。城南信金さんでさえ。昭和信金さん 6.5 億円とか、目黒さんだと 2.5 億円。瀬田信さんですね。8000万ですね。もう 0.1 億円をこれ割ってますので、8000万。ですね。東京信金さん35億。ここも収益性高いんですね。あと、城北さん。理事長さんがお若くて、結構いろんなお取り組みをされている、クラウドファインディングとかも提携してやってたりされますね。城北信金さんも収益性は高い方で39億円。滝野川さんで 14.6 億とか、菅野さんで 21.3 億円。大梅信金さん23億円。玉信さん14億円。玉信さんも比較的大きいと言われるんですが、そんなに収益性はここの3つに比べると大きくないと言われている数字が出ています。ですので、このように大体14億、15億ぐらいから上が30億ぐらい。でも30億とかなんですね。西部信金さんを除いて。ですので、結論は何かというと、リスクはやっぱり取れないわけですね。信用金庫さん。ですので、基本、やはり、運転資金と言われる部分については、保証協会付きが原則なんです。丸保って言われる部分ですね。ですので、信用金庫さんから長いお取引をしているというふうに思ってらっしゃる方、もちろんそれは事実として長いお取引なんですが、必ずと言っていいほど保証協会さんがついてたりします。保証協会さん、今、8割は保証協会さんがリスクを取って、2割は信用金庫さんが取りますので、ゼロではないんですね、信用金庫さんのリスクというのは。でもやっぱり8割という大部分は、この保証協会さんが、皆様がお返しできなくなった時は、代わりに立て替えて信用金庫さんに返済してくれるという非常に安全性の高い融資ですので、やっぱりここになっちゃうんですね。もしくは不動産です。中小企業支援をしていると言いながらも、貸しているお金の半分は不動産融資っていう信用金庫さんも多数あります。それが土地の不動産の価値が都内ですとやっぱ高いので、そういったところに動きがちです。で、この先ほど冒頭で申し上げたプロパー融資になると、やっぱりこういう15億とかの中で1社に1億、2億プロパーで無担保で貸してて、その会社がもし倒産でもしてしまったら、これ14億が12億になるっていう、12億になったり11億になったりって、そういう大きすぎますよね。ですので、私どもが今2300社お客様いらっしゃるんですが、信用金庫さんから多額のお金を保証協会なしで借りられているケースというのは、不動産、まず融資ですね。不動産はやっぱり信用金庫さんでも1億、2億とかっていうのは出していただけます。ところが運転資金になると、プロパーだとやっぱ5000万ぐらいが、限界なのかなというのが思います。それはうちのお客様の実績を見ててそう思います。どこの信用金庫さんでも無担保、保証協会さんなしで、プロパー、純粋なプロパーで言うと5000万ぐらいなのかなと思います。言っても超有料で、もう本当いらない金で1億円とかそういう感じです。
ですので、一般的な中小企業様ですと5000万ぐらいがマックス、無担保保証協会なしで出せる。ですので、保証協会さんの枠が8000万ですので、プロパー融資5000万と合わせて1億3000万円ぐらいが、なんとか信用金庫さんを使っての資金調達の上限なのかな。不動産融資は別ですよ。運転資金とか設備資金で1億3000万ぐらい。で、プラス、公庫さんですね。日本政策金融公庫さんで、コロナ融資は別にして2000万ぐらいがマックスですので、そうする時点決済枠がですね。そうすると1億5000万ぐらいまでの調達であれば、この信用金庫さんを使っていただいても全然構わない、うまく回るんですが、逆に、1億5000万の調達を超えるような年商が5億超えてくると、こういう金額を超えてきますので、そうすると信用金庫さんでプロパー融資を出してと、追加でまた5000万借りてるのにもう5000万出してとかっていうのはなかなか厳しくなってくるというのが、この利益額を見ていただけると実感していただきやすいのかなと思います。そうすると年商5億円を超えてきた時に、地方銀行さんを入れていかないと皆さんの調達、資金調達がスムーズに運ばない。今まで創業からずっと10年、20年お世話になってた信用金庫さんでも、やっぱりリスクは取れませんので、支えきれませんので、その辺を、こういった利益額を把握しておいていただくことで、年商5億ぐらいが見えてきたときは、やっぱ信用金庫さんから卒業して、長い付き合いだし、親身にやってくださったし、メインバンクだし、でももうこれから先の成長を見据えるとちょっと厳しいなっていう判断で地方銀行さんを入れていく、っていうことをやっていかないと両方困ってしまうんですね。信用金庫さんも支えられない、皆さんも資金調達がスムーズにできず成長が一時足踏みしてしまうようなこともありますので、ぜひですね、この利益額っていうのを大体15億から30億ぐらいかなっていうのを頭に入れといていただきながら、今後の銀行の選択ですね、地方銀行なのか信用金庫なのか、メガバンクなのか、政府系をもっと使うのか、公庫さんでも国民事業さんか中小企業事業さんか、あとは商工中金さんが6億超えてくると使いやすくなってきますので、その辺のラインナップをうまく組み合わせながら、資金調達取引する相手というのを選んでいただく、参考にしていただきたいなというふうに思います。本日は東京の信用金庫さんっていくらぐらい儲けているというテーマで解説させていただきました。以上です。失礼いたします。